どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジャンプ28号掲載の呪術廻戦最新225話、陣外魔境新宿決戦3の解説考察をやっていこうと思います。先週は休載だったので2週間ぶりの本誌第224話の終わり方的にも本当に楽しみでした。ジャンプ本誌の内容に触れますのでご注意ください。今回はこれらの内容に触れていきます。今年は登録者1000人突破を目指していますので、チャンネル未登録のそこのあなた、高評価チャンネル登録何卒です。それでは早速やっていきましょう。開幕場面は高専サイド、テレビやモニターを積み上げ、五条 vs 宿儺の中継映像を眺める面々。縦割りのコマで一人一人の発言が描かれる今回の構図、誰が話しているのか分かりやすい上にめちゃくちゃかっこいいのでかなりいいですね。話の中心は宿儺が五条に対して使用した領域転移について。どうやら前回の224話で宿儺の拳が五条に向かって放たれた際、ゴリゴリゴリという音が出ていたシーンで、宿儺は領域転炎を使用して五条の術式を中和していたようです。草壁の説明にもあったように、領域転炎は術式を付与しない領域をまとうことで、空いた容量に相手の術式を流し込み中和させるという、分かるようで分からないようでなんとなく分かる結界術の応用になります。火車の感覚としては理解できるというのがさすが天才といった感じですが、天炎唯一のデメリットである消毒術式との併用ができないという法則は宿儺に対しても当てはまるようで、現在の宿儺はほぼ術式なしで五条とやり合えているということになります。第224話を読み返すと、宿儺も遠距離攻撃の際は術式を使っているので全くのゼロというわけではありませんが、それでも近距離戦闘の際は術式を使えないので、その状態で五条とまともにやり合えているというのはやはり規格外というほかありません。高専側の話は、美和ちゃんのなんで宿儺は領域を展開しないんですかという問いかけにより、領域展開に関する話題に。以前から闇落ちだなんだと噂されていた美和ちゃんがケロッとしているのは、肩透かし半分、嬉しさ半分ですね。仙台コロニーで美和ちゃんの姿が描かれたのは、単に戦いを終えた乙骨を迎えに来ただけという可能性が高そうです。二人が領域を展開しないことについて、長宗は領域の押し合いにならないからではと推察。結界を閉じない宿儺の領域展開について触れると、草壁、鹿島、はかり、乙骨の4名が口々にありえないと発言。簡易領域使いで1級の草壁、歴戦の強者鹿島、領域展開使いのはかりと乙骨が口にすることで、宿儺がいかに規格外のことをしているのかがひしひしと伝わってきます。その凄さをいまいち飲み込めていない美和ちゃんに対して、草壁はそこの水を取ってくれと命令。ペットボトルを投げた美和ちゃんに対し、何してんだ、俺は水を取れって言ったんだ、ボトルはいらねえと無茶ぶり。彼の言葉を真に受け、顔面に水をぶっかけた美和ちゃんの天然ぷりに癒されましたが、要するに宿儺がやっているのは、器なしで水を貯めたり、キャンバスを使わずに空に絵を描いたりするような神業ということになります。一応マキが恵みの不完全な領域はと補足を入れますが、昇級査定前、つまり渋谷事変前の時点で伏黒の領域展開について聞いていた草壁は、あれは建物や既存の結界を外郭に利用したって話だと一蹴。この点について少しだけ解説すると、宿儺は自分の意思で結界を閉じない領域を展開できるのに対し、伏黒はまだ領域自体が成長途上にあり、本来必要な結界の外郭を構築できないため、便宜上周囲の建物や結界の外郭を借りて領域を発動しているだけで、宿儺と同じ手法で領域を発動しているわけではないということです。自分の意思で空に絵を描くのか、自分で用意できないキャンバスをよそから借りてくるのかという違いがある感じですね。結界を閉じない領域について賢者のケースを引き合いに出し、仮につくもが領域を展開していたら領域の押し合いにはならないだろうねと推察する命名。術式の必中効果は領域に付与されており、それが結界によって覆われている以上、本来であれば結界の外郭同士が押し合うはずですが、宿儺、賢者の領域には外郭が存在しないため、そもそも押し合いにはならないだろうというのが命名の見立てです。あれこれと思案する高専サイドをよそに、容赦なく領域展開を発動する五条と宿儺。無料空所と福間水氏の激突は一見すると互角。外郭が存在しない宿儺の領域は押し合いにはなりませんが、五条の結界内では二人の必中命令が打ち消し合っていたとのことなので、従来の形とは異なる押し合い、領域のぶつかり合いが行われているということになります。一見すると互角に見えた二人の領域のぶつかり合いですが、それは結界内の話。宿儺の領域の効果範囲が五条の領域の外郭より外側に達した瞬間、五条の領域が宿儺の領域によって破壊され、領域が消滅。次の瞬間、五条の首に斬撃が走るという絶望的な展開で今週号は終わりでした。この引きで終わらせる芥見先生の性格の悪さには笑うしかありませんが、このぶつかり合いについて解説すると、宿儺の領域、福間水氏は結界を閉じないことで必中効果範囲を 200m まで広げているので、その広すぎる効果範囲が五条の領域の効果範囲より広く、結果的に宿儺の斬撃が無料空所の外側から振り
降り注いだということだと思われます。領域の結界は外部からの攻撃に脆いというのは幼魚と酒鉢編での真人戦で一度描かれていて、領域はその特性上閉じ込めることに特化した結界で、内側からの耐性を上げるほど外側からの攻撃に脆くなると言及されています。約20巻以上も前に一度だけ描かれた設定がここに来て牙を剥くというのが本当にゾッとしますし、領域を破られた五条の首を切り裂いた一撃が致命傷になっているのではないかと気が気ではありません。領域展開発動後は術式が焼き切れ、一時的に使用が困難になるため、現在の五条は無加減で身を守ることができず、一方で宿儺の領域は健在のため、その必中の斬撃が絶え間なく五条に降り注ぐことになります。反転術式持ちの五条がなんとかこの状況を切り抜けてほしいという希望的観測を絶やしたくはないんですが、状況はかなり絶望的と言えるでしょう。久しぶりに地獄展開が戻ってきた呪術廻戦、来週の展開が楽しみな反面、一気に怖くなりましたね。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説、考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。漫画雑談所のケロでした。よしなにー。